見えてる？こんばんは。こんばんは。皆さんこんばんはです。こんばんは、こんばんは。やばい、充電切れそう。こんばんは。届かないね。失礼します。させてる、させてるか。こんばんは、どうもすっぴんです。よくわかるね、すっぴんなんですよ。もうメイク落としちゃってすっぴんで、でもまだねお風呂は入ってないの。お風呂は入ってないです。髪も今ボサボサで結んじゃった。なんかさ、すっごいしょぼしょぼするんだよね。わかる、なんか寒くて暖房つけてて、そしたらめっちゃでかゆい、なんか全部が。そう、乾燥はマジでやばい。わかりますか、この気持ち。花粉症じゃない、どうも。ね、確かに今コンタクトも入れてないのね。いつもディファインを入れてるんですけど、メイクするときはそれも入ってないからマジなすっぴんだわ。なので本当にゆるゆるにただやろうって思って急に始めました。元気みんな。そう、ガチすっぴんすぎて。一応ねすっぴんだからリングライトも出して光だけでもと思ってやりました。冬は乾燥との戦いだね、本当に。そう、お肌とかもめちゃくちゃ乾燥肌で、なんですぐね乾燥しちゃうの。あと喉も結構やられる、乾燥でオフ感強い。確かに。コメント読めてます。加湿器ないのよ。あー、夜はつけてるよ。ハンドクリームはもうガッサガサだから手とかも、薬用のを使ってます。基本ハンドクリーム、名前忘れちゃったハンドすると単価なんだよね、なんかってなっちゃう。あ、待って、このさ服みたいなタワーなのね、多分。ヤギちゃんありがとうございます。森木さんもありがとうございます。そしてキューティーさんもありがとうございます。だけかな、ありがとうございます。皆さんありがとう。ふくふくタワーらしい。ふくふくタワーあ、さらにタワー、みんな優しいんだよね。ひでちゃんありがとうございます。ひでちゃんアイコンかわいいれなちゃん会いたいよ、嬉しい。卒業してもショールームする予定ある。ショールームはわからないですね。もう AKB のためにみたいなとこあるから、どうだろう、もしかしたら
やんないかもしれない。グッズ買ったよ、ありがとう。そうなんです、今私の卒業グッズが発売されてまして、でそれが明日まだ日付超えてないので明日の23時59分まで受注販売なので、受付なので、ぜひぜひ興味ある方は私のインスタかツイッターチェックしていただいたら URL があると思うので、そちらに飛んでいただいたら M&S ママ&さんのオフィシャルショップのアカウントに飛べるので、ぜひ見てみてください。すごいね、かわいいの。今日そのサンプル品が出来上がって、夕方ぐらいにねインスタライブで配信したんですけど、それもアーカイブに残ってるんで、ぜひ見ていただけたらわかると思うんですけど、そうサンプル品を見てみてめっちゃ可愛くて、すごい私なんだけど、写真が載ってるグッズだからね。でもバッグとかも使いやすかったり、ポーチもマスクとか入ったりする大きさで、めちゃくちゃ使い勝手はいいやつだったので、ぜひおたかつに活用してくださいませ。皆さんいっぱい入ります、バッグとか。そう、全部セットもあるので、ぜひ興味がある方は見てみてください。全部セットには私のチェキが入ってて、それがサイン入りで入ってるんですけど、一枚一枚取り下ろしっていう言い方があってるのかちょっとよく分かんなかったんだけど、夕方もインスタライブして一枚一枚違う写真を入れようと考えておりますので、一枚一枚そしてサインも書いてあるので、ぜひそちらの方もチェックしてください。明日までです。グッズ楽しみ、アクスタ持ち歩いていっぱい写真撮るね。そう、なんか女の子がすごいアクスタがいいって子が多くて、でなんでアクスタがいいのって聞いたら、それを持ってカフェとか行って写真撮りたいみたいな子がいて、そういうことかって思って、ぜひ皆さんもアクスタ手に写真撮ってタグ付けしてくれたら見ますので、インスタだったりツイッターもねたまに見たりするけど、リプぜひ、アクスタと旅したい、ぜひ。皆さんチェックしてください。そう、アクスタが全種類手に入れたいって方はもう全部セットか、もうアクスタ全種類やるまで買うしかないかもしれない。全部セットはもう4つ全部入ってるらしいです。連れて行きます、ぜひ。あ、学校行くね、ぜひ。何種類、4種類アクスタあります、飾ります、ありがとうございます。ぜひぜひチェックしてくださいまし。全部セット買ったよ、おー、ありがとうございます。仕事場に飾るしか、おー、ぜひぜひ飾っていただいて、結構私だけど大丈夫なのかな。職場のデスクに飾ります。アクスタとディズニー行く、おー、いいね、ぜひ連れて行ってあげてください、私を。部活で着るねって T シャツ、ありがとう、かわいい、配信ありがとう、こちらこそ見てくれてありがとう、こんばんは、こんばんは。ぜひねチェックしていただいて、かなかなちゃんのポップアップ行ってたね、何頼んだの。そうなんです、初めてゆりあちゃんに誘ってもらって、あんにんと入山と3人でかなかなさんのポップアップにお邪魔しまして、多分ちゃんと本当に話すの初めまして、で初めましてっていうご挨拶からしてお話しさせていただきました。私はねトップス頼んだ、なんか可愛い白い首
が別でついてるやつ、言い方合ってるか分かんないけどを頼みました。チェキのサイズ、サイン入りの、分かんない、どんぐらいなの。チェキってでもさ、普通のチェキじゃないのかな、多分ね。オンライントーク、オンライントーク追加あるの嬉しい、卒業前にあるの嬉しい。そうなんですよ、オンライントークも19日かな、確か19日に追加部数を追加しまして、もうそれはもう売り終わったんかな、ちょっと分かんないや。そうなんです、でも部数を追加させていただいて、ちょっとでもね話す機会が増えたらなと。すぐ売り切れてた、あ、そうなのね、ありがたい。卒業セレモニー行きます、ありがとう。ナッチの公式 LINE 面白すぎる、わらありがとうございます。てかあれだわ、公式 LINE 全然最近映画ツイートしてないや。見たい映画はあるんですけどね、イーストウッドの新しい作品見たいんだよね、知ってるかなみんな。公式 LINE 忘れた頃に届くからびっくり。確かに卒業セレモニー行けないけど、あーあれやってた、グッズなんとかして応援してますって、ありがとうね。最強の2人って映画いいですよ、見ましたよ。最強の2人知ってますよ、そうクライマッチョ、え、よかったよって、いいな、みんな見たの。イーストウッドファンって普通渋いよね、確かに渋いかもしれん。大好きなんだよねイーストウッドの作品。やべっちありがとうございます、タワーだけかな、すぐ見落とすからさ、ありがとう。90歳超えててすごいね、わかる、めっちゃ渋い、めっちゃいいよね。なんかさ、このリングライトガタガタなんだよね。洋画あんまり見ない、あーそうなのね、洋画大好きなの私。最近も一人でいるときは洋画ばっか見てるけど、なんかなんていうの、響かないって言い方あれだけど、私の好きな感じじゃないなっていう映画ねしか見てなくて、ちょっと最近見てほしいっていうものまだ見れてないので探します。アニメは見ないの、アニメ見ますよ、でもね、なんだっけな、名前忘れちゃった天使と、天使が出てくるやつがあるんだけど、それとか見てるねアニメは。でも確かに最近そんながっつりアニメ見てないかもしれない、やっぱ映画は好き、アニメも好きですけど。呪術廻戦見た、映画見てない。あ、そうプラチナエンド、よくわかりましたね、プラチナエンド見てるの。でもねちょっとめっちゃ流し見でアニメって私見ちゃって、あんま内容まだちゃんと入ってきてない。キヌア好き？キアヌ？キアヌって何？海の上のピアニスト、これ映画の話かなみんな。東京リベンジャーズ見てる、見てる、見てた？あれ今もやってるんだっけ？映画か、映画？プラチナエンド映画綺麗、おおすごい。見てる人がいるのね、嬉しい。グラントリノ見たよ私は。足ぶどう見たことある、わかんないや。ドラマも好きですか、ドラマはあまり好きじゃない、正直に言うとあんま見ないですね。映画が好き、アニメも好きだけど。黒子のバスケ知ってるよ、妹が見てた気がする。
プラチナエンド漫画は読んだ。漫画あるんだ。アニメだと、アニメからかと思ってた。見ようかな、漫画も。マトリックス最新作面白かったけど印象に残らなかった。そうなの？マトリックスいいね、見たいわ。イーストウッドってかなり高齢じゃない？そうですよ、90歳超えてるってさっき言ってたよね、誰かが、どなたかが。それでさ、監督もやってさ、すごいよね。愛の不時着、愛の不時着で、あの自粛期間中にあのイテウォンにめっちゃハマって、でイテウォン見た後に不時着も有名だし流行ってるから見ようって思って、3話まで確か見て、で私的にハマらなくて、でも周りにそれを言ったら、いや2話までかな忘れたけど、4話ぐらいから面白くなるんだよって言われて、それでちょっと見たのかな。それででも見てやっぱ続かなくて、やっぱ私ドラマ向いてないんだって思った。91歳だって。インストウッド、イカゲームも見たよ、面白かった。筋肉さんありがとう、タワーありがとうございます。グリーンブックも見たよ、意外とね、ちゃんと見てるのよ。あ、韓国ドラマ好きな人も多いんだ。東京リベンジャーズ誰推しですか？マイキーです。なんかアニメとかはめっちゃチャラい人を好きになる傾向にある最近思ったけどみんな映画の話すごいね。確かに意外と皆さんちゃんと映画見てて嬉しい話があって。久々に見ました。元気ですか？元気ですよ。元気ですか？マイキー業者一緒だ、イエーイ。え、グリーンブックこのテレビで放送してたの？マインインターンも見た。やっぱチャラい系が好きなのねアニメはね、本当のチャラい人はちょっと怖くて無理かもしれない。怖くない？なんかこんばんは。現実のチャラい人はダメなの？ちょっと怖いかも。フルーツバスケットもチャラい系だったよね。チャラい系だった、名前が出てこないそう、チャラい系、チャラい系っていうかチャラい系かな、だったかも。レオンも好き。レオン見てない、見たいって思ってた。見たい映画忘れちゃうんだよね。基本イケメン好き。あ、ほら、わかる。現実の好きなタイプとアニメの好きなタイプで違うよね。それそれ。ショーシャンク見たことありますよ。なんかさ、いつもさ、ツイッターとかでさ、おすすめの映画ありますかって言うとさ、みんな結構さ、これがおすすめですみたいなさ、送ってくれてさ、あ、みんな映画ちゃんとって言い方ないけど、みんな映画好きなんだって思って。嬉しい。たまに面白そうって思ったの。さすがに全部あれだけど、ファンの方が面白そう、ファンの方が送ってくれたやつ面白そうって思ったものはマイページに登録したりしてるよ。ありがとう。だからいつもみんな映画大好きなの。なんかふとした時にね、なんか最近思ったのが、一番幸せな時間なんだろうってふと考えた時に、
一人で家でダラダラしながら映画見てる時間が本当に幸せというか、何も考えずに、ああすごいいい時間だなって思いながら見てる。タワー立ったよ、ありがとうございます。みんな優しいの教えてくれるからね。お？セルライトさんありがとうございます。タワーありがとう。でなっちゃんも24か、そうです、今年25。やばいね、12歳だったのに入った時。お風呂上がり、いやお風呂まだ入ってない、メイクだけ落としちゃいました。夜中の YouTube 神。おー、私はもう寝ながら TikTok 見ちゃうんだよね。最近さ TikTok でよくさ食べ物やってる、日本語合ってる、食べ物のお店を TikTok に載せてる人とかもめっちゃいて、東京グルメみたいな、それとか神コスパのホテル行ってみたみたいなのとかめっちゃ好き。なんか行ってる気持ちになるし、はい。なんかさここ傷ついちゃって目がさめっちゃ腫れてんだよね今。かすみたん、なんかアイコンかわいいね。タワーありがとうございます、嬉しい。 TikTok 一生流れてくるからやめられないよね。そうなの、終わりないからさ永遠にスクロールしてて怖くなっちゃう、びっくり。今着たのパジャマですか？パジャマじゃないよ、スウェットだよ。あー僕の TikTok 赤ちゃん動画よく流れてくる、私も流れてくる、マジで癒される。怖い系見てる、 YouTube は基本私怖い系見てます。ホラーのチャンネル大好きで、でもねホラーのやつ移動しながら見るのが好きなんだよね。なんかちょうどいい時間尺で20分30分の TikTok で流行りの曲を知る。でもさ TikTok ってさすっごい昔に流行った曲とかも急にさ流れてきたりしない？踊ってたりとか。私本当に難しい、 TikTok のつかめない、まだつかめてない、何が流行ってるとか。お、 AKB 関連の流れてくる、いいね、さすが100点。 TikTok AKB がいっぱい流れてくる、お100点。ホラーは何の映画が好き？最近ホラー何見たかな？でもね、ミステリー系が多いかも最近、なんか見てるの。またそれもおすすめあったら言いますね。眉毛描いてる？描いてない。眉毛めっちゃあるのよ私。はい、タワー来てるって教えてくれてありがとうございます。夢のちゃんありがとう、タワー嬉しい。クロミちゃんかわいいね、アイコンかな。あ、皆さん本当ありがとうございますね、すいませんね、ありがとう。レラッツのアバター当たったよ。で思った。これなんだっけ？これ何？この雪だるまみたいなペンギンのやつは。テンション高めだね。そうかな？今日七時起きだったからかもしれない。今日七時起きでリハやって、で、打ち合わせやって、インスタライブやってって感じ。ちょっとやることやって今。早起きだとさ逆にテンション上がることないですか？今日土曜日なんだよね。そして眠いですか？まあ、寝てくださいと言ったら全然寝れます今。
れ様です。ありがとうございます。皆さんもお疲れ様です。はい、ヤギちゃんありがとうございます。タワー、みんなちゃんと教えてくれて優しい、ありがとう。自分を追い込んでトレーニングしてるとき楽しいよね。わからないわ。わかりかねないわ。すいません。アンリーの生誕祭やるよね。わかんない、それもやるの、やりたいって言ってたよね、この間の公演では。れなちゃんの配信見たら元気になる、嬉しい、ありがとう。クローズブラッドは結構リアルで怖い。懐かしい、やったね撮影。懐かしい、知らない人多いんじゃない、知ってるのかな、私のファンの人はさすがに。レナッツのこと応援し始めた時中学生だったのに、もう大学卒業するよ。キャー、そりゃありがとね、長くそんなに応援してくれて。大学生か、あ、懐かしい、知ってるんだみんな。そう、さくらがやってたやつ、もう私も出てたけど、それこそゆりあちゃんとかあんにんとかみーよんとかかな。なんかさ、たまにね、クローズブラッドとプロレス混じるんだよね。結構同じ人っぽくなかった？混じる。はじめまして、はじめまして。セーラー服着てよ。着てたね。全然着れるよ、でも今でも。全然ストレートにして、全然セーラー服じゃ全然似合う自信あるわ。豆プロ。そう、豆腐プロレス。キャバスカもやったね。おお、豆腐プロレス面白かった。確かに面白かったと思う。てか撮影もめっちゃ楽しかった、なんか青春っぽかった。懐かしいね。そう、キャバ嬢にもなったしね、プロレスもやってるし、制服も着てるし、楽しかったですね。その時は多分なんかやばすぎていっぱいいっぱいで、もしかしたら辛かったかもしれないけど、今思い返したらなんかすごい、まあ楽しかったな、メンバーもいたし、ただ朝早かったなとかはあったかもしれないけど。確かにプロレスの時ずっとユリアちゃんといた気がする。なんかよくわかんないことで爆笑してたな。レナッチだけよしさん、パワーありがとうございます。嬉しいよ、ありがとう。わちゃわちゃしてました撮影の時。そう、めっちゃわちゃわちゃしてた。 AKB が青春だね。確かに青春だな、これは本当に。なんか思い出話とかしときます。せっかくのこのショールームのすごいアットホーム感の中で、ゆりあちゃんや横山さんとよく一緒だった。確かにめっちゃ一緒だった。てかドラマ系ほぼ一緒じゃない、アメプロもプロレスもそうだし。でも私キャバスカの時は、舞台やってたのかな、確か舞台やってたかなんかで、私途中参加で後半しか出てないんですよね。最初からね出てない。なんか
研究生時代の話聞きたい。お、いいね、そういうお題。研究生時代どういう系だろう。前髪やばいねもはや前髪じゃないけど、研究生時代は、いや、まあ入った時は10期は、私10期生なんですけど、10期生はみんなダンスができてめちゃくちゃレベルが高くて、で私は本当にダンスも歌も何もかも未経験だったので、本当にねみんなのレベル高すぎてあ、待って、私絶対に受からないわって思って受かって研究生になって、でもみんなダンスうまいから、ルナちゃん間違ってるよみたいなめっちゃ言われた記憶ある。あ、そう、ステージから降りろって言われた事件もあるし、踊れなすぎてね。やっぱ AKB って今ね、セリ動いてないけど、セリが動くから本当に危なくて、普通に、そうだから、そう、怒られてた記憶ばっかり。もう口癖がもうやめたいっていう口癖でしたそう、 AKB 紅白の渚のチェリーの話聞きたい。ありがとう。だい渚のチェリーは、あれはもう研究生、あれ研究生じゃないよね、研究生だったっけ、ナギサのチェリーやった時って研究生でしたっけ。改めて、あ、研究生なんだ、めっちゃ覚えてる、思い出した、なんか研究生だったんですけど、あ、ちょっと孝太郎さん、ありがとう、たまーありがとうございます。研究生じゃなかったのかな、研究生だったよね確か、研究生かわかんないけど、とりあえず髪の毛をあんまアレンジしちゃいけない人だったんですよ。で私はそんなのも知らずツインテールしてしまって、そしたらやっぱその時ってちょっとギクシャクじゃないけど、みんな一応ちゃんとライバル視してたというか、負けないぞっていう気持ちみんながあったから、なんでツインテールしてるのみたいな感じにすごい、なんか言われてはないけどざわざわざわみたい なんかツインテールしてるよみたいな、ざわざわざわ、え、いいのツインテールしてざわざわざわみたいなのがあって、それプラス、そう、熱があったのその時に、で体調が悪くて、もうそんななんかざわざわされてる中、私はもう体調悪くて、もうそれどころじゃないのに、だから私もそれだけ踊って帰った気がする、違うかな、そう、結構な普通に熱があってその時、まあ風邪ですかね確か、でも出なきゃってなって高熱でチェリーチェリーボーイって踊ってましたっていう思い出。だからそんななんかすごいいい思い出かって言われたら、別になんかすごい楽しかったなっていう思い出ではないでもその渚のチェリーとか、あとファーストラブとか、その AKB 紅白とか AKB リクアワとか、そういうのを見てファンになりましたって方も結構いるから、すごい嬉しいですよ私は。てかやってよかったなって思いますね。あ、でこのさ、モトさんでしょ、いつもタワー教えてくれる。イケッチさん、ありがとう、タワーありがとうございます、嬉しい。他に何かありますか、裏話でもいいし、でもあんま裏話ないんだよな、思い出話。チーム4の話、どっちのチーム4だろう。なんか知らない話がある難しい。
全悪ね、全国握手会。全国握手会の思い出。思い出？でも私はその土地その土地で美味しいもの食べれたから結構幸せでしたよ。なんかこれといってすごい善悪で、なんかこれやったみたいな。でもさ、知らないかもしれないけどさ、めっちゃ昔さ、本当に昔、私が研究生とかの話だからもう8年とか9年ぐらい前の話なんですけど、ゆくちゃんは研究生でさ、善悪の休憩時間にめっちゃイベントやってたのよ。それでなんかマジックみたいなのやってるなかった？私だっけ、マジックやったの。なんかあったんです、そういう企画が。ネモースかな、あれは。そう、ネモースの企画があって昔って、善悪の間にラジオもやってた。ラジオの企画とかも善悪でやってて、それはなんか結構、カズさん、タワーありがとうございます。カズさんのアイコン何これ、馬？ありがとう。そう、そういう思い出ある。なんか企画面白かったなって。そう、料理やってたりした。料理もやったとか楽しかったなっていう思い出はありますね。あ、そう、木ごとにマジック、そうだったかも。いい嫁選手権やってた。私料理結構好評でしたよね、その時。確か暗記度のクリーム法。そう、私はね、暗記力がとってもいいんですよ、いざとなったらね、追い込まれたら。で、暗記度って言って、暗記なんて言えばいいの、暗記お互いなんか、なんだ、あの、何の項目でしたっけ。なんか子供の描いた絵だったよね、最後。子供の描いた絵の題名みたいのをひたすら何十個か覚えて、で1対1で対決して、季語とか木で対決して、で絵が出てきて、この題名は何でしょうって言って、で出して間違った方にクリーム砲みたいな。はい、タワー来ました、ありがとうございます。レナッチラケオシさん、ありがとう。2回目のタワーありがとうございます。優しい、ありがとう。そうで、私はクリーム砲どうしても本当に嫌で、浴びるのが。一回ね、あれビンゴかな、ビンゴね、クリーム砲浴びたことあって、それが本当にもうめんどくさすぎてあの洗ったりとかするの。私は絶対に、あれから私はもう絶対にクリーム砲浴びないって思って生きてきて、でその善悪のクリーム砲の企画で、私は絶対浴びませんって言って、確かなんか全部の木倒して1位になった気がするよ。1位じゃなかったのかな、なんかいろんな木倒した気がする。そう、だから意外とね、いざとなったら暗記力すごいんですよ、嫌だから。善悪の隅くでいろいろやってたよね。ね、いろいろやってた。なんか他にありますか、質問とか。こういうことあったよねとか。アンレナ、アンリレレン多かった。確かに多かったかも。レナッチーズの写真集のエピソード、写真集どっちもってことかな。ねえ、レナッチーズの写真集は、あれは沖縄に行ったんですけど、ヤマッチありがとうございます、タワーありがとう。かわいい、肉まん食べてない、ヤマッチのアイコンは。はい、え、まだ来てる、また私の追いつけてないパターンかな。
あ、来てないよ、ありがとう。で、ルナッチ総選挙のあーと写真集は沖縄で撮って、結構ね仲いい子も多かったから、撮影合間とかめっちゃ遊んだというか観光というかした気がする。うん、だから普通に撮影が楽しかったなっていうイメージ。あとあの仲良しの松、スタイリストの松もいたんで、松とめっちゃ写真撮りに行ったりとか、そう、夏みかんと2人で写真撮ったりとか、だから楽しかった思い出がめっちゃあります。で、私の写真集はもう4年も経つんだなーって今日ふと思ったんですけど、4年前、でも AKB のね思い出じゃないから、またそれはいつか写真集の思い出は。こんばんは。ルナッチ総選挙の始まり覚えてますか？覚えてますよ。 Google プラスでやっててめっちゃビビったもんね。先生が曲書くって言ってくれた時、ネモース松茸、松茸なんか言ったね。松茸狩り鳥っていうの、松茸を探そうみたいな企画。はい、この前のスケベの答えが知りたい、ジラッチさん、なんだっけ、なんて、だから忘れたよ。ありがとう、タワー。待って、まだ。なんでさ、みんなタワーわかるの？あー。ネギかな？かな？ありがとう。チラッチ。指輪のあ、指輪のサイズって言ってたね。わかんない、数えたことない、私自分の手のサイズ、小指しか知らないです。小指もでも忘れた。3号も緩いのよ確か、指めっちゃ細くて、なのですいません、わかりません、腹測ったことがないです、指輪のサイズをちゃんと。なんかさ、いつもさつけてるさ指輪さ、調整できるやつで、だからね、わかんない。最近くるるんとのエピソード、くるるんとのエピソード、でもなんかさあれじゃない、今舞台があるから忙しそうじゃない、くるるんは。いろいろ舞台の稽古とかなのかな多分、だから落ち着いたら遊ぼうねって言ってる。ケビンがタクシー乗車エピソード覚えてる、覚えてるも何も、そのせいで私はすごいタクシー乗ってるイメージを持たれてしまって、おもろ、チーム A の JK 軍団にいじられるでナッチ人選で面白い。そうだよ、みんないじってくるんだから、本当に。マナカとか、マナカとか、マナカとか、マナカとか。でもね、みんないい子だからね。ホリちゃん、ハッシュタグレナッチアバターゲット、おー、おめでとう、ありがとう。そしてタワー、ありがとうございます。そう、みんなね若いからね。でも嬉しい、私はマナカとかさ、まあクルルもたまにいじってくるんだけど、クルルンとかさ、なんかレイちゃんとかも結構いじってくるよレイちゃんとかもなんかそこまで。ケイティさん、ありがとうございました。まあさっきもだよね、ありがとう、優しい、ありがとうございます。みんながいじってきてくれるの、あ、ずんちゃんもそうだ、私はそれだけみんなと仲良くなれたんだなって思って嬉しいですよ。
あ、もう一人いない。嘘。うん、かすみたん2回目じゃない。ありがとうね、たまありがとうございます。ありがとうございます。でなっちの人柄だよ、優しい、そうやって言ってくれて。でもね、チーム A のね、あの後輩の子たちね、みんなねめっちゃいい子、明るいし、この間も公演の時、カレンちゃんの生誕祭の時に私ずば抜けて先輩で一人8人の中で、わあどうしよう、友達っていうか仲いい人っていうか大人いないって思って、まあみんな仲いいんだけど、普通に友達いないな、仲いい、わかんないけど、あやなとかみよとか同い年ぐらいの子いないなって思って行ったら、なんかね結構楽屋とかもレイちゃんと結構話したのかな、結構盛り上がって。そうなんです、だから仲良くなれてよかったなって私は思います。そう、大人いないかったのよ。やばい、私見落としてます。私でてかやばいよ、またさこのさ画面が遅い事件が発生してきた。なんなんこのさ、あれ4だよね多分。ダメだ、遡れない。なんか画面止まるんだよね、不具合多いんだ。そうなんだ、私の Wi-Fi の問題かな。むずい、再起動、それはめんどくさいな。後輩に慕われてて嬉しい。そう、意外と後輩と仲いいんですよ、チャンレナさん。みんなは普通にこれ見えてる？また。パワーが多いとそうなるみたいだよ。そうなんだ、じゃあみんなのおかげだ、この遅いのは。あ、絶好調で、あ、よかった。見えてるよ、優しい。じゃあ平気か、私のがまた止まってるけど、ちょっとまたね、おかしくなったら。堀ちゃんって人読んでないかも、やばい。堀ちゃん、タワーありがとう、ありがとうございます。ごめん、見落として、すぐ見落としちゃうの、すいません、ありがとうございます。梅田 B の思い出、梅田 B ね、めっちゃ楽しかったな。なんかやべっち、タワーありがとうございます。アットマーク台湾、卒業グッズ注文できません。台湾だからかな。待って、また画面が止まるぞ。ありがとうね、タワー。卒業グッズ買えないのかな、海外だと。そうかも、ありがとうございます。でもタワー、電話のせい、なんだ電話。あー、支払い方法が少なかったんだ、なるほどね、申し訳ない。でもその気持ちが嬉しいです。私は、あ、海外のが使えないってことか。あー、なるほどね、そうなのね、申し訳ないわ。なんかね、他に卒業じゃない時にグッズとか出せたらいいけど。うんうんうん、クレジットカードしかダメかも。なるほどね、申し訳ないです、海外の皆さん、海外ファンの皆さん。またね、なんか買える機会があったら、その時にぜひお願
梅田ビーといえば南オレナッツ。そうだよ、南オレナッツ仲良かった。4人で仲良かった。みおりちゃん全然最近会ってないんだよな。ナッツも最近会ってないわ。みなるんさんも会ってないわ。ほんとさ、私卒業したらさ、ほんとにメンバーと会わなそうで怖いわ。ちゃんと自分から誘えばいいの。お前誘わないんだよね、自分から。身長何センチ？ 161。 あ、ミレミレナッツまた集まってね。懐かしい。いつかのリクワで誰が二人を出会わせたのだろう。歌ってたの懐かしいわ。板野さんの曲だ。コロナになって人と会う機会も減っちゃったもんね、このご時世。いや本当にそう、マジでそう。やっぱさ、そんなね、大人数でご飯行こうみたいなできないもんね。本当にそう。コメント読んでる時のレナッチマジで動かんくてスマホ重いのかと思う。違う、私もね、動いたら画面がカクカクなっちゃうからちょっと動かないようにしようと思って、ちょっと目で追ってるんです。陸泡のペンギン1位は伝説。懐かしい。やったやった。もうちょっと1時間経つ、もしかして。同窓会でペンギンやってほしいな。確かにね。西野美希ちゃんに会ってますか。美希ちゃんね、なんかちょっと前じゃないけど、結構前っていうのかな、あれは。ご飯行ったよ、一回会った。美希ちゃんはね、なんか例えばだけど、誕生日おめでとうとか何すると、ご飯行こうって言って、行こうって言って、いついつはですぐ言ってくれるからね、結構実行する。なんかメンバーとかもさ、例えばだけどさ、ご飯行きましょうってなってさ、行こうってなって終わる人いるじゃん。私も多分そういう人なんですけど、そうじゃなくて、いついつ空いてるとか言ってくれた方が、誘われたら私全然行くから。多分自分で誘わないのよ。だからね、誘ってほしい、みんな。誰のことかな、わら。いや結構みんなよ、ほぼ。私もだもん。行こうって言って、また空いてる日連絡するねって終わっちゃう。悲しい。クルルの時は自分から誘うんでしょ。なんかクルルンはそうだね、誘うかもしれないし、なんか本当にさ仲がいいからさ、誘っても嫌じゃないだろうな、がもう前提あるけど、後輩とかだと、もしかしたら誘って、めんどくさいな、先輩なんか断れないなと思われたらどうしようとか考えちゃう、めんどくさいこと。だから誘えない。先輩とかも思っちゃうわ、やばい、気使われてるかなとか。いや、でもユリアちゃんとか誘うな。人によるかもしれない。仲いい人は誘えるけど、なんかそこまでまだ初差しとかだと結構誘えない。申し訳ないかもって思っちゃう。かなー。ネイル何色？これはね、シールだよ。前のせた、もう今ささくれがやばくて、その見せれるあれじゃないですけど、オホラ
ってところのシール、カラフル。ゆいゆいといつ行くの？なんか行かなそうだよ、ゆいゆいと。ゆいゆいも絶対忙しいしね。そう、忙しい人にね誘えないの。なんか忙しい時にご飯行こうと絶対迷惑だろうなっていう、一旦ちゃんと気使うよね。髪型もえただ結んでるだけ。行かないで、多分そうやって流れてっちゃうんです。ゆいゆいの写真集見てない、まだ見たい。忙しいと誘いにくいよね。そうなのよ、忙しいと誘いにくいのよ。申し訳ないって思っちゃうのよ。誘ってくれたら嬉しい。そう、誘われたい。だからさっき来たけど、今日はすっぴん。うん、すっぴんすっぴんだよ。でもね、最近ね、なんかね、肌の調子がねまあまあ良くて、なんかニキビとかできてないんだよね。ただね、肌弱いからね、そう、赤くなっちゃうのすぐ。すごいさ、エアコンがさ掃除してる。そう、ゆいゆいと写真集のね発売記念のショールームでゆいゆいが電話かけてくださって、くださって電話かけてくれて話した。今日は何時に寝る予定？もうこれ終わったらお風呂入って、今日本当に眠くてなんか眠いのですぐ寝ようかなと思っております。明日はね結構夕方からだったから、お昼ぐらいからちょっと部屋の掃除をして気持ち入れ替えて、その日一日リハ頑張ろうって思います。そう、意外と早かったんだよね。しかも結構カロリー高めのね振りをね朝ね覚えてきたよ。タワーって来てるけどね、私本当にわからない。キャー、また画面が止まっちゃうよ。あれ来てますか？え、私やばい、遡れない可能性ない。あ、来てないんかい。え、あ、来てないと思います。あ、びっくりした。朝からダンスいいね。眠いもん。この遅くまで配信ありがとう。いやいや、ラッチの笑顔は癒しで元気が出る。嬉しいよ、そう言ってくれて。で、なっちゃんね、好きいい方ですか？なんか昨日ね、私はメディキュットのあの夜用の、わかります？メディキュットってわかる？男性の皆さん、足のむくみ取るような、なんか結構圧迫されてる、まあ、靴下みたいのがあって、それのタイツバージョンみたいのあって、あの腰ぐらいまであるやつがあるんですけど、それがあの家にあって、買ってて履くの忘れてて、履いてみようって思って貼ったんですけど、貼ったんじゃない、履いたんですけど、それが思いのほかきつくて、で、あ、結構きついなって思って、で、まあでも全然なんかうーってなるぐらいじゃないから、まあ履けるなって思って履いて寝たら、まあ、なんか苦しくて苦しくて、でもなんかこれを今からベッドに入って夜中とかに、あ、苦しいなと思ってたけど、これをあの夜暖房消して寝てるんで、まあ、普通に寒くて、いや、これを脱いでまた
新しいズボン履く気力ないなって思いながらずっと寝てたから、もう一生浅い眠りで、だから実質寝てないみたいなもんかもしれない。私きつー、多分いい人はいいんだと思うんですよ。きつくってそうやって縛られて寝てるのがいい人もいると思うんだけど、なんかパジャマとかもさ、ゆるゆるとかが多いからさ、私きつー、こんなになんかきつくうーってなって寝れる、寝れ、きついものを履いて寝れない人なんだって思って、そうだからね、私は向いてないんだと思う。だからそう、慣れてくる人もいるじゃん。私慣れてない、なんか考えすぎちゃって、あーきついなを一生考えてて履いてたから、あー、私これ向いてないわって思って、これ履きながら寝るのって思ってたら、気づいたら朝でした。だからね、あんま寝れてないですよ、寝れてない、ちゃんとマジで薄い、ずっとそのこと考えながら寝てたから。サイズなんてないはあるかもしれない。でも M だった気がするんだよな、 M と L だよね多分。そんな私足とか全部でかくないけどな。でも寝袋とかも無理なの、なんか寝袋も無理、こうやってまっすぐのままなんか寝れない、うわーってなっちゃう、わかるこの気持ち。絶対誰もわかんないね、なんかずっと一点に集中してられないというか、寝てる時になんかうわーってなっちゃう。わかるって、キャンプ嫌い、いやキャンプだって、私キャンピングカーだからキャンピングカーで寝ますもん。急な自慢みたいな。だからね、なんかその縛られるとか、このうーってなってるのがすごいね嫌なんだなって思った。寝袋で寝れなんてそもそも想像できない。確かに寝袋で寝ない、寝相はいいよ、寝相悪くはない、マジで動かないと思う。でも確かに寝返りとかするよね、なんか縛られてるっていうその環境が嫌なのかもしれない。別に自分の体勢でじっとして寝る分にはいいんだけど、なんかそれが決めつけられるとなんかわーってなっちゃうっていう話でした。最後の最後にそんな話で終わっていいのかっていう感じで締めに入りますけども、あ、キティさんと、ね、これケイティさんなんだっけ、なんか違う言い方だよみたいな言われた気がするんだけど忘れちゃった。ヤギちゃんありがとうございましたわ。違ったっけな、寝返りしない人いない、え、私寝返りしないよそんなに。まさにゆるゆる配信、そうですよ、ゆるゆる配信ですよ今日は。覚えててくれてありがとうね、ほら、え、そうだよね、ちょっと待って忘れちゃった、本当すいません、読み方電話しながら寝落ちする人もいるからね。電話しながら寝落ちとか私絶対無理なんだけど。でもさ、たまにさ、お話し会で聞いたのか妹の話で聞いたのか忘れたけど、電話しながら、友達と電話しながら寝ちゃってみたいな。でもそのさ、一生こっちにさ聞い取られてるから絶対寝れないんだけど、わかる？無理無理、自由に寝たい派です。ということで急にまたあの締めに入らせていただきますが、分かる人がいっぱいいて嬉しい。あ、嬉しい、みんな分かってくれる。はい、ゆるゆるの配信で1時間配信させていただきましたが、
こんなゆるゆるなのに最後まで、そしてたくさんのタワー本当にありがとうございます皆さん。なんかこんなゆるゆるで終わっていいのかってぐらいゆるゆる話しましたが、でも私的にはなんかこのショールームのこのゆるゆる感がすごい好きなので、私的にはすごい楽しかったです。コミュニケーションこう取れて、コメントとコメントで、それなのにありがとうって言ってくれて、こちらこそありがとうございます。じゃあまた順位を読んで終わりますかね。あーこれさ、ちょっとさやばいわ、画面重すぎてどうするってぐらい重いんだけど、あ、来た。いつもさ13位からでね、読みます。13位カズさんありがとう、12位ケチさんありがとう、11位コウタロウさんありがとう、10位ホリちゃん、ハッシュタグレナッチは世界で一番綺麗で可愛いありがとう、9位セルライトさんありがとう、8位ツ、あ、ね待って、これはさツアットマーク台湾でツじゃないんだよ読み方って言われたけど忘れちゃった、ごめん、コメントで教えてください、また読みます、ありがとうね。7位ヤマッチアットマーク、おやすみのキスしてほしいな、おやすみありがとね。6位レナッチダキオシさんありがとう、5位筋肉さんありがとうございます、筋肉さんアットマーク、身も心も寒さにやられてる自分に温かい言葉を、筋トレで頑張ってありがとう。4位やべっちアットマーク、配信ありがとう、レナッチの笑顔を見てる時が一番幸せ、嬉しいありがとう。3位かすみたんありがとうございます。2位ケイティじゃないんだよね、カッキャティ、ケイティかさんありがとうございます。1位ヤギちゃんアットマーク、目撃者公演楽しかったありがとう、こちらこそ公演もありがとうね、ありがとうございます。そしてユウさんかな、じゃあユウアットマーク台湾さんで合ってる、ユウってことかな、惜しい、ありがとうございます、やばい、ケティさんが惜しいって、キャティ、ケイティ、イエス、お、ユウさんね、ユウアットマーク台湾さんありがとうね、いつも皆さん振り仮名しましょう本当にさごめんね、みんなちゃんと読んでなくてということで、あ、今度のオンラインで教えてください、ぜひ。皆さん、逆に遅くまで、もう11時半で、間もなく。ありがとうございました。配信見てくれて。またね、やるときはぜひ。もうちょっとね。でもね、結構ゆるゆるが好きだからな、私はショールームは。またゆるゆるかもしれないですが、またやるとき。ぜひ、見に来てください。遅くまで本当にありがとうございました。皆さん、おやすみなさい。お風呂入って、ゆっくり寝てください。私も今からお風呂に入ってまいります。バイバーイ。見てくれてありがとう。